皆様お疲れ様です。パーソナリティの椿です。長かった夏も終わり、そろそろ秋の気配が近づいてきました。猛暑かつコロナ禍の夏でしたが、移動制限が緩和されたこともあり、海水浴やキャンプなどのアウトドアを楽しまれた方も多かったのではないでしょうか。そんなアウトドアにぴったりの車と言われているのが 4WD。 通常の車は前輪のみ、もしくは後輪のみで駆動しているのに対し、 4WD、 つまり四輪駆動車は4つの車輪すべてにエンジンからの動力が伝わる仕様になっていて、走行性能が高く、悪路でも走りやすいのが特徴です。今回はそんな 4WD の中でも、三菱デリカが海外のネット上で話題になっていましたのでご紹介します。デリカがこの世に生を受けたのは1968年のこと。初代デリカはトラックタイプでしたが、その翌年には今のようなワンボックスタイプのものが登場し、アウトドア用としても使いやすい仕様に改良されました。さらに1979年には2代目デリカが登場し、 4WD やディーゼルエンジンもここで初めて搭載されたと言われています。それに続いたのは3代目デリカであるデリカスターワゴン。もともと根強いファンを獲得していたデリカですが、1986年のデリカスターワゴンの登場によりさらにブレイクしたと言われています。デリカスターワゴンの特徴は、四角4面の武骨なボディと洗練されたツートンカラー。フロントウィンドウは走行の際の空気抵抗などを減らすために大きな傾斜に改良されました。さらには太めに設計されたリアピラー、後部座席付近にあるボディを支える柱やサイドステップで力強さやワイルドさを強調しています。そんな見た目もさることながら、さらに注目すべきはその中身。ワイルドな 4WD でありながら、室内空間は広々としていて、後席に大きなガラスルーフがあったり、2列目の座席が回転する仕様になっていたり、さらにはカラオケのついたモデルまで、アウトドアを楽しむという観点から見ても十分すぎるほどの設備が備わっているのです。さらに時代のニーズとともに様々な改良が重ねられ、1988年にはオートマ車が仲間入り。搭載エンジンもディーゼルターボエンジンだけでなく、ガソリンエンジンのものなど様々なタイプが開発されました。加えてデリカスターワゴンはオフロード性能も文句なしに優れていることから、デリカは他の 4WD とは一線を画す存在として、その地位を盤石なものにしたのです。4代目デリカとして活躍したのは、1994年に発売されたデリカスペースギアです。 4WD ブームの真っ只中に登場したデリカスペースギアは、デリカスターワゴンに比べて少し丸みを帯びた可愛らしいボディが特徴。5代目はデリカ D5 と名を変え、2007年1月31日に登場しました。発売からすでに15年を経過しましたが、今でも堅調に売れ続けています。2021年度は1ヶ月平均で約1180台が登録され、三菱の小型普通車では最多販売車種になっており、好調な売れ行きを保ち続けていることがよくわかります。このように三菱デリカは時代の流れを汲み取りつつも独自の路線を貫き、唯一無二の 4WD 車として現在も根強い人気を誇っているんです。デリカスターワゴンでサバイバル生活を楽しむ外国人の投稿が話題に。デリカの人気は日本のみにとどまらず、海外にも及んでいます。中にはデリカで車中泊を楽しむ外国人もいるんだとか。とあるネット上に三菱デリカでサバイバル生活を楽しむ外国人の動画が投稿されていましたので、その内容を見ていきましょう。彼が所有するのは、まっさらなホワイトのボディが特徴的な三菱デリカスターワゴン。広い車内空間を有効活用して、簡易キッチンや食料庫、各種収納スペース、照明などを設置し、
日々車内で寝泊まりしているんだそうです。そんな彼がデリカを愛する理由はその高い走行性能。冒険家ならではの険しい山道はもちろん、急な山道を登り切ったり、さらには水の中まで走れてしまうのだから圧巻の一言です。しかも車体の上部にはソーラーパネルが設置されているので、車中泊をしていても快適に過ごせるんだそう。走行性能も抜群。さらに泊まれてしまうほど広々とした車内空間。動画に出てくる彼はデリカの良さを存分に活用していると言えるんではないでしょうか。この投稿に対して海外から様々なコメントが寄せられていましたので、その一部をご紹介しましょう。海外の反応。デリカは唯一無二の存在と言える車。これは世界で最も素晴らしいバンだと思うね。信頼性、耐久性、コンパクトで頑丈、さらに経済的で快適、全てを兼ね備えているんだからね。車中泊をするならキャンピングカーの方がいいっていう人もいるかもしれないけど、キャンピングカーは悪路を走るのに適していないんだ。険しい道を走るためには四輪駆動であることが必要不可欠。デリカはこういう使い方をするのに最も適した車だと思うな。これは驚くべき番だね。これこそ我々が真に欲している車だ。最近の 4WD は表面だけ取り繕った車が多くて、性能はいまいちってことが多いんだよね。水の中をスイスイ進んでいけるなんて素晴らしい車だ。僕は今すぐこの 4WD を購入したいよ。ものすごい坂でもスイスイ登っていけるなんてさすがだな。私もこの動画と同じくらいの坂をデリカで登ったことがあるけれど、必要以上にエンジンが頑張ることもなくスムーズに登ることができたよ。しかも7人のフル乗車だったのにね。三菱のデリカという車はもはや戦争兵器だよ。ポテンシャルが半端ない。この状態から無事生還、デリカ飛ぶ、ポテンシャルが半端ない。このように日本のみならず海外でも熱烈なファンを獲得しているデリカ。アウトドアともなると時には舗装されていない道を力強く走り続ける必要もありますが、デリカのポテンシャルがいかにすごいかがよくわかりますね。タフさと使い勝手の良さで様々な国の人たちから愛されているデリカですが、実はアメリカではデリカに規制がかかっているというのです。一体なぜ、そしてどんな規制がかかっているんでしょうか。アメリカが意味不明な理由で規制。本格的なオフロードも走行できる四輪駆動の小型版として、アメリカでも唯一無二の存在を放つデリカ。似たような車が少ないことからアメリカにも熱狂的なファンがいるようですが、実はアメリカ北東部のメイン州ではデリカが走ることに規制がかかっているんだそうです。規制の詳細を説明する前に前提として押さえておきたいのが、アメリカの25年ルールと呼ばれるクラシックカー登録制度。通常アメリカに車を輸入するためには衝突試験や排気ガステストなど非常に厳しい試験をクリアする必要がありますが、製造から25年経過した車に関してはクラシックカーとして認定されるため、これらの試験にパスしなくてもアメリカ国内での走行が可能になるのです。三菱デリカも製造から25年が経っていれば、本来ならばクラシックカーとしてアメリカでの走行が許可されるはずだと考えられます。ところがそれに待ったをかけたのが、デリカの爆発的な人気を危うんだメイン州の規制組織。驚くべきことに、メイン州はデリカは安全基準や排気量の基準を満たしていない、さらにオフロード車だから公道は走れないという理由でデリカの走行を禁じたのです。さらに問題なのは、新規のデリカの走行許可が取れないだけでなく、過去に登録されたデリカの走行許可も取り消されると言われていること。これら一連の出来事により、アメリカ国内ではデリカだけでなく他の日本車も走れなくなるんではないか。
メイン州のデリカ規制が他の州にも広がるのではないかという不安が高まっているようです。そのためアメリカのデリカファンからは怒りと憤りの声が上がっています。この出来事に対しては世界中から様々な意見が寄せられました。その一部を見ていきましょう。海外の反応。25年ルールって本当に馬鹿げているよね。日本の車の検査基準は世界一厳しいのに、あえて規制する必要があるとは思えない。日本の車の中にはアメリカのものよりも安全で優れているものがたくさんあるよ。一度許可しておいたのに突然禁止するなんて理解できないよ。しかもめちゃくちゃな理由だし、この一件でデリカがますます値上がりしそうだね。メイン州に住んでいるんだけど、オフロード車だから公道は走れないっていう意味不明な理由にびっくりだよ。改造されたトラックなんかはバンバン走ってるのに、どうしてデリカはダメなんだ？先日カリフォルニアでデリカを購入したばかりだけど、今後が心配だな。悪夢にならなければいいけど。政府は他にやるべきことがあるんじゃないか？市民から物を取り上げる暇があったら、もっと重要な政策に取り組んでほしいよ。イギリスでもデリカは大人気だよ。本当のデリカ好きは1台だけじゃなく、予備として2台目も持っているんだ。今回は三菱デリカについて、その特徴や海外での使われ方、さらにはアメリカにおけるデリカ問題を取り上げていきました。アメリカ全土を賑わすほど注目を集めているデリカ。日本のみならず海外の人たちにもこれほどまでに愛されているとは少し意外だと思った方も多いのではないでしょうか。時代の流れからか若者の車離れが進み、さらには軽自動車などのコンパクトでリーズナブルな車がもてはやされがちな現代ですが、 4WD には 4WD ならではのメリットや魅力もあります。パワフルさとタフさ、そして個性的なフォルムが持ち味のデリカ。様々な困難に屈することなく、これからも世界各地での活躍を期待したいですね。いかがだったでしょうか？良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。